ニール・マッケンジーは、イギリス・スコットランドのスターリング出身の元オートバイレーサーである、ロードレース世界選手権や、ブリティッシュ・スーパーバイク選手権などで活躍した。20歳の頃から本格的なレース活動を始め、1984年には、イギリス国内 350cc タイトルを、 続く1985年には 250cc と 350cc のダブルタイトルを獲得する。それと同時に1984年からグランプリの 250cc クラスへの参戦を開始するが、グランプリでは目立った成績を残せずにいた。1986年終盤の参戦にヘロン・スズキチームから 500cc クラスに参戦し、7位、7位。 8位と連続してポイントを上げた。特に最終戦3割の GP では、非力な RG ガンマで予選3位になる速さを見せ、わずか3戦の3戦にもかかわらずシーズンランキング10位を獲得する。この3戦で見せた実力を評価されて、翌1987年にはホンダのワークスマシーン NSR を与えられ、開幕戦の鈴鹿ではポールポジションを獲得した。 以後、グランプリでは優勝こそ記録できなかったものの、コンスタントにポイントを上げ続け、鈴木、ヤマハとワークスチームや、セミワークスチームを渡り歩いた。1995年を最後に、グランプリから身を引いた後は、ブリティッシュスーパーバイク選手権に、元 GP ライダーのロブ・マッケルニア率いるチームから、ヤマハのマシンで参戦し、 1996年から1998年まで3年連続タイトルを獲得した。2000年シーズンをもって現役引退。二人の息子、テイラーとタランもオートバイレーサーとして活動しており、2011年には兄のテイラーがグランプリ 125cc クラスにフル参戦デビューした。1969年から1987年までの ポイントシステム1988年から1991年までのポイントシステム1992年のポイントシステム1993年以降のポイントシステム。ありがとうございます。